そうですよね。はい、こんにちは。ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。はい、ということで今日のテーマは英語ゼロからアメリカ大学院合格するまでの英語学習法を紹介したいと思います。これまでね、皆さん英語を勉強されている方もいると思うんです。それを、まあ、どういう勉強法をしたら自分の英語力が上がっていくのかっていう一つの参考になればいいなと思ってます。で、僕自身ね、頭でまとまってるわけじゃないんです。こういうステップを踏んだら英語を学ぶことができますよっていうことではなくて、まあ、僕もね、自分と対話をしながら、どういうふうにやって英語ゼロの状態から大学院合格まで英語力を伸ばすことができたのかっていうことをお伝えしたいなと思います。はい。で、そもそもね、僕25歳の時に大学院に行きたいっていうのを決めたんですよ。行きたいなって決めたっていうか、大学院に行くっていうのもいいなって、アメリカのですよ。アメリカとか海外の大学院に行くことってそれもありだなって思ったんですよ。で、思っただけで、まだどこに行くのか、何を学ぶのかっていうのはその時点では決まってませんでした。でもなんとなく行きたいなと思って、だから英語を勉強しようと思ったんですよ。でもその時に僕はね、本当に英語ゼロだったんですよ。前もちょっとお伝えしたんですけど、僕は中学、高校、大学ってエスカレーター式の学校に入学したんで、中学受験しかしてないんですよ。で、中学受験合格したら自動的に大学に行けるんで、そっからね、もう期末試験とか中間試験の時だけしか勉強してなかった。で、英語においても英検準2級っていうのが一番、高校2年生の時が多分一番ピークでしたね。一番その時英語力はあったんだけど、そこから大学に入ったらもっとやらなくなったということですね。でも英語っていうのは必修だから、まあ絶対単位は取らないといけないんですよ。で、普通だったら2回生の時に単位が取り終わるんですけど、僕は最後の最後まで4年生まで取れなくて、4年生でそこを落としてしまったら卒業できないっていうところまで英語を残してしまって、で、最後の課題も僕自身できなかったから英文科のマネージャーの子にちょっと論文書いてもらって英語でね、それを提出したみたいな感じで、本当にね、高校2年生以来もう英語は全然勉強してなかったし、で、社会人になっても3年間、まあ、25歳になるまでもちろん英語なんか勉強しないじゃないですか。そもそも英語で何かやっていこうってことなかったんで、つまり本当に英語力ゼロやったんですよ。英語力ゼロだったんですけど、で、25歳から5年間勉強して、TOEFL で言ったら78点、そしてアメリカの大学に合格できたんですよ。で、この5年間どんなことをやったのかってことなんですよ。はい、それをちょっと振り返りながらお伝えしたいんですけど、最初の1年間はもう特に計画立てませんでした。で、僕英語がね、すごい苦手意識があったし、英語嫌いっていう気持ちがあったから、まずはね、英語を好きになることが大事なんじゃないかと思って、1年間は計画立てませんでした。計画立てたらプレッシャーになるじゃないですか。プレッシャーになったらより嫌いになるでしょ。だからその時、最初の1年間やってたことっていうのは、自分が大好きな映画を借りてきて、それを、英語の字幕を、英語の字幕をつけながら見るっていうこと。それぐらいしかやってなかったです。はい。それぐらいしかやってなかった、最初の1年間は。それで、なんかこう、英語に触れるって、英語っていいなっていう感覚になってから、その1年後にしたことは、TOEFL のテストを受けるってことです。もう、これがね、1回目がなんか知らんけど、めちゃくちゃ点数良かったんですよ。TOEFL 60点取ったんですよ。これ60点でめちゃくちゃ良くて、アメリカの大学院に入学するには77以上いるんですけど、60ってかなりいいんですよ、実は。でもこの60っていうのは実力ではなくて完全に運やったんですよ。だって僕自身そのテストをやった時全く感触なかったんですよ。で、TOEFLってすごいですよ。4時間半ぐらいあるんですよ。4時間半ぐらいずっと座って、まあ、10分ぐらい途中で休憩あるけど、全然わからん英語をリスニングとか聞かされたり、スピーキングだってなんか言われるんですよ。アメリカの大学に入学したら、寮に行くのがいいのか、それとも自宅から通うのがいいのか、あなたはどっちの立場ですかっての15秒ぐらいで考えて、私は寮に行くのがいいと思います、なぜなら3つの理由があると思います、1つ目2つ目3つ目だから寮に行くのがいいと思いますみたいなのを構成するって、これ無理じゃないですか。英語力ゼロでもこれも絶対点数取られへんなと思ってたんだけど、なんか知らんけど60良かったんですよ。あ、これ俺楽勝ちゃうかって思ったのが、英語初めて1年目です。で、その次にTOEFLのテストを受けたんですけど、2ヶ月後ぐらいに、その時が48だったんですよ。はい。で、そこから1年間、あ、じゃあ2年間、2年間TOEFLのテストを10回ぐらい受けたんですけど、60以上になることはありませんでした。最初の1回目60取って、それから2年間60取れることはなかったんですよ。
でトイフルのテストほんまに思んないんですよ。いや僕だけかな、4時間半全然知らん歴史の話とか科学の話とか興味のない話を全然聞かされて、それに対する答えを述べていくって全然思んなかったんですよ。思んないし、お金も2万5000ぐらいかかるし、僕で合計20、25回ぐらい受けましたよ。なんかトイフルのテストだけで多分50万ぐらい使ってると思うんですけど、最後の78取るまではね。でまあそれでまあうわやばいって思ったんですよ。そこから2回目のテスト受けてから、1回目60ではこれいけるっていけるぞって思ったんやけど、2回目来て48やったから、いやこれやばいと思って、そこから僕はもう本気でやろうと思ったんですよ。だから その時っていうのは仕事も面白くなかったから、あのちょっと鬱状態にあったんで、毎日楽しくないっていう状態だったから、ここから抜け出すには英語しかない、留学しかないと思ってたから、もうやるぞっていうあの、ね、気持ちに火つきましたよ。でその時にやったことっていうのは、まあ、もちろんそのトイフルの、過去問を解きまくる、まずこれやりました。まずトイフルのテストを合格するっていうことがまず第一関門なんで、もちろんそこから、授業を受けるための英語力を上げるとか、もちろんその日常会話とか学ぶっていうのもあったんだけど、まずはトイフルのスコアがないと留学にできないんだから、留学できないんだから、まずは合格するための、テスト勉強をするべきだと思ったから、まずはトイフルの過去問をやりまくりました。はい、やりまくってリーディングリスニングライティングスピーキングテストはどういうものなのかっていうのを何回もやって感触をつかみました。それをまずたくさんやって、それをやると自分の現在地が見えてくるじゃないですか。自分には、何が足りてて何が足りないのかってことで、スコアを上げるためには具体的に何をやらないといけないのかって見えてくるんですよ。例えばスピーキングっていうのが分かりやすくて、スピーキングっていうのは確かね2つか4つ3つか4つぐらい問題があるんですけど、最初の1つ目とか2つ目っていうのは、事前に答えを用意できるような問題なんですよ。例えばあなたの将来の夢は何ですかとか、あなたは大学に行くことは人生にとって有意義だと思いますかみたいなことなんで、事前に答えを用意できるんですよね。だから僕がやったことっていうのは、スピーキングにおいては、150個ぐらいの想定される質問に対する答えを全部作りました。全部作ってそれを丸暗記しました。はい、丸暗記、それをしてグッとトイフルのスコア上がりましたね。あ、だからこの英語学習法っていうよりもトイフルのスコアをどう上げたかっていうような解説動画になりますね。どっちかって言ったら英語力を上げるというよりもトイフルのスコアをどう上げたかで、僕はどんなことをやったのかっていうような、まあ、あのお話になると思います。なんでスピーキングに関してはもう150個ぐらいもう答えを徹底的に答えを作ってそれを覚えるってことをまずやりました。で、ライティングに関してはやっぱその自分の主張を述べるときに、伝わりやすい、まあ、点数が取れやすいようなアカデミックライティング のテンプレートがあるんですよ。だそれを徹底的に書けるようにしました。もう単純に言うと、私はこうこうこうだと思いますっていう、まず自分の主張を言いますよね。私は何だろうな、大学に行くのは自分の人生にとって悪いと思います。3つの理由があります。 I have three reasons. First、最初の理由はこうこうこうだからです。具体的に言うとこうこうこうだから。2つ目の理由はこうこうこうだからです。具体的に言うとこうこうこうだからです。まあ、これらの理由によって私は大学に、行くのは子供には自分のことには進めませんみたいな、こういうなんかテンプレートがあるんですよね。自分の主張を言って、理由を言って、最後コンクルージョン、結論を言って、そのスタイルで徹底的にプレゼンもできるようにしたし、ライティングもできるようにしました。それを徹底的にやりましたね。で、じゃあリスニングはどう鍛えたのかというと、これリスニングがね一番ね身につくスピード遅かった。ほんまにどんだけ聞いても何言ってるか分かんないですよ。5分ぐらい大学の講義聞かされるんですよ、トイフルの。全然分かんないですよ。もう分かんなくて、これだけはね全然上がらんかった、リスニングだけは。うん、で何をやったのかというと、シャドーウィングがでかいですね。シャドーウィングっていうのは、リスニングを聞きながら、それ聞いたことをそのまま音読するっていうトレーニング、これはものすごく良かったですね。これも2倍速にやるってことをやってました。速いスピードを聞いて、そのまま速いスピードでどんどん答えていくっていうことをやりましたね。これで発音力も上がったし、聞き取る力もすごい上がりましたっていうのがまず一つと、あとは、例えばチーズはどこへ消えたとかあのオーディオブックスあるじゃないですか。オーディオブックスは2倍速とか3倍速とかできるんですよ。あのアプリとか使ってね、アプリとかできたんで、で僕は最初はまずは読むんですよ。オーディオブックスを読む、まずはあの本で読むんですよ。チーズはどこへ消えたとか、そういう読みやすい本を読んで、それをまず内容分かるじゃないですか。内容分かった状態で、本を伏せて、リスニングを聞くんですよ。普通のスピードで聞いて、次はそういう2倍速で聞くんですよ。
でそれができたら、ごめん 1.5 倍速かな、それができたら2倍速で聞いた、次 2.5 倍速で聞くっていうね、どんどんスピードを上げていくんですよ。そうするとなんとなく聞き取れなかったとしても、あ、こういうことを言ってるんだなっていう想像ができるんで、それでなんていうかね、意味と英語っていうのがこうグッグッグッってこうつながっていって、そこからね、だいぶ、まあ、それでも5年ぐらいかかりましたね、リスニングは。で今でもリスニングはちょっとね、落ちてる、弱いんですよ、僕聞き取れないんですよ、何言ってるか、言葉ではね。でも相手の表情とか非言語で読み取って意味は分かるんですよ。だからこれってすごいよくて、だからリスニング力が弱いっていう弱み、リスニング力が、苦手っていう弱みがあるからこそ、言葉以外で相手の言ってることをつかみ取ろうっていうスキルがぐんと上がったんですよ。特に留学して3年間で、僕はね、プロのスポーツ選手のカウンセリングとかコーチングとか、プレゼンとかをやってたんですよ。その時に相手が言ってることが分からなかったら提案できないじゃないですか、カウンセリングっていうのは。だから言ってることを言葉じゃなくて表情とか動きとかトーンとかで理解しようって、もう全神経を働かせて3年間過ごしてきたから、非言語を読み取る力ものすごい上がりましたね。これ余談ですけど、はい。で、まあリスニングを上げるって言ったら、そのシャドーイング、聞いたことを音読するということと、聞くスピードをどんどん上げていく。だから分かるやつをどんどん聞くってことをやりました。最初は分からんやつを聞くよりも、新しいやつを聞くんじゃなくて、同じやつを何回も聞く。で、まあおすすめで言ったチーズはどこへ消えたっていうやつと、あとはあれですね、まあ映画になりますけど、アルゴアさんの不都合な真実っていう映画は何回も見ました。もう300回ぐらい見たんじゃないですか。あれっていうのは、そのアルゴアさんのプレゼンがものすごくうまくて、分かりやすくて論理的に構成されてるし、あそこで、使ってることがすごい秀逸で、僕自身も好きだったんで、で話の内容自身も何ていうか、僕の興味があることだったから、環境破壊の問題のことですね。これから、人間が CO2 をどんどん排出していったら世界はこういうふうになるっていうような、未来予測のプレゼンなんですけど、それをとりあえず聞きまくってましたね。じゃあ、あとリーディングはもう多読ですよね。もうめちゃめちゃ簡単なやつ読みまくる。難しいやつ読んだら早く量読めないんですよ。だから量が大事でした、僕の中ではね。だからめっちゃレベルが低いやつを読みまくって、なんかあるんですよ、本屋さん行ったら、なんていうやつやったか忘れたんですけど、50冊ぐらいあって、それがレベル1から5ぐらいまであって、それがなんていうか、1つレベル1を読んで、これ分かったらじゃあレベル2の単元を読もうみたいな感じで、ちょっとずつレベルを上げていった感じですね。だから簡単なやつ読みまくるっていうのがまず1つと、で読んでるテーマがね、それはね、面白くなかったんですよ。レベル1からなんぼってあったけれども、まあ確かにレベルは上がっていくの分かるんだけど、読んでるテーマが面白くなかったんで、僕がやったのは日本語の本を英訳した本ってあるんですよ。例えば国家の品格とか、バカの壁とか、松井秀喜の名言とかを、日本で発売されている本を英訳されている本があったんですよ。それは本の内容も面白いし、で、僕も知ってる内容だったから簡単に読めるんですね。だからそういう本を読みまくってましたね。どっちかって言ったら自分自身が読んでも面白い本、読んでも面白くて内容が理解できるような本を読みまくってました。はい、そんな感じですかね、やったことっていうのはね。で、やっぱり、最後の1、2年は、1年か2年か、最後の2年は英会話スクールにも通いました。それまでは全部独学やったんですけど、やっぱりその英語力を上げるだけじゃなくて、TOEFLのスコアを上げるだけじゃなくて、アメリカの大学に留学した時にいろんな人とコミュニケーションしたり、授業をちゃんと受けるスキルを身につけないといけないんで、そのためにやっぱ対話しないと身につかないんですよね。だからそういうことで最後の2年は英会話スクール、個人の塾とか、あとはかなりおすすめなのはもうあれですね、もう皆さんも今は一般的ですけど、あれですね、30分月5000円で受け放題ってやつですね。 DMM とか、何やったかな、忘れたんですけど、そういうの今あるじゃないですか。タイとかフィリピンの学校の子ら と,、30分受け放題で月額5000円、毎日30分受け放題で月5000円みたいな、それをやってましたね。個人の英会話スクールと、そっちのオンラインの方やってましたね。はい、そんな感じですよね。でもこれってね、すごい地道なことなんですよ。特に英語ゼロからアメリカの大学に合格するって、もうとんでもない道やったんで、何度も心折れそうになりました。だから心折れそうになった時にどうやってモチベーションを保ったのかというと、それはもうワクワクしかないですよね。だからワクワクと恐怖、それを融合したってことです。だからこのまま大学院に合格しなかったら、僕はこの会社で毎日怒られて、毎日やりがいなくて苦しい生活をしなければならないっていうことを、恐怖を想像するってことがまず一つと、もう一つは、アメリカに留学したらこんな
ワクワクな学生ライフが待ってると。ちょっとお水飲みますね。はい、っていうことですよね。そこに行ったらこんなワクワクした楽しい人生が待っているってことを想像するってこと。だから楽しい人生を想像するっていうことだけじゃなくて、このままだったらまずいっていうその恐怖と希望が掛け算ですね。恐怖と希望の掛け算でやらざるを得なくなったってことです。やらざるを得ない状況になったし、やりたいし、やらなければ死んでしまうみたいな勢いやったから、まあできたっていうのはありますよね。はい。まあ、それ以外にどうやってその自分がやるって決めたことをこうやって日々の習慣に落とし込んで毎日着実に勉強し学習し英語力を上げていくのかっていう、まあその習慣化する方法っていうのもあるんで、それをねまた機会があったら紹介したいと思います。自分がやると決めたことを無意識にできるような習慣化をして着実に行動につなげることで目標のスコア、目標の英語力に達成する、そのための方法っていうのをまた機会があったら紹介したいなと思います。まあ僕はこんな感じですね。まあまとまってない感じで自分の過去を振り返って、どうやってTOEFLのスコアを上げるのかと、英語ゼロからアメリカの大学院にどうやって合格できたのかっていうのを、つらつら紹介させていただきました。でもしなんか質問があったらコメント欄にコメントしていただいたら、コメントは全部見てるんで、お答えさせていただきます。まあ、こんな感じでね、このミスターおかっちのチャンネルでは自分の人生とか仕事ビジネスにとってちょっと意味のあることを配信していきたいと思います。もしよかったらチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。で、切る前によかったらいいねボタンも押してくれたら僕がねハッピーになるので嬉しくなるので、ぜひよろしくお願いします。そんな感じで今日もありがとうございました。ワンダフルな一日を。さよなら。